松葉、はい、カズヤ対フェン来ましたね。これどうですかね、組み合わせ的にはカズヤフェンってどうなんですかね、8になると。まあそもそもは選ばれたステージがまた役者だったんで広めのステージ、そうですね、うん、まあ、壁があった方がお互いいいのかな、ね、いいのかなと思いますよね、はい、はい、ただまああれですよね、そのどっちもやっぱ横に対して左なんで、うん、確かに、うん、同じ方向に弱いというかね、結局脱明拳とかもかわせないわけじゃないんで、はいはい、財布とかもだからそういうことになってくるんですよね。あとはまあ打ち角の問題になってくる、はい、そのあたりをまあ注目しつつ、はい、だがここはまずは最速風神拳打っていきます。怒り松葉選手のが軸合わせて重ねに行ったんですけど、うん、多分後ろ入れしてましたね、後転の。なるほどなるほど。あ、しかしここは韓国式の奥上がり選球体八ですね。ヒートバーストも使って火力を上げます。松葉下からヒートダッシュ細かくいく、早い展開をやはり松葉使います。ワンツーでごまかして立ち打ち PRP ねじ込んでって、うん、ちょっと段階踏んでましたね。で立ち打ち右と思った、はい、だからその展開作る段階もあるんですけども、かなりねやっぱり試合展開を作るのが早いですね、松葉選手はね。なんか向こうにおそらくあの最強のコマンドを入れさせたくないっていう。あーなるほどなるほど、はい、その溜める時間というかね、はい、そのコマンドを完成させたくないというか、一回距離取っちゃったらもうしょうがないけどっていう、割り切って左を越してるんですよ、おそらく。まあ、近距離にいる間はそのコマンドを完成させないというか、はい、あと先ほどみたいな選球体とかが、あとはさっきの立ち寄ってみますね、はい、あれが生きるんで、うんうんうん、まあ、自分の中でかなり試合の展開を作っているというところで、まず近距離戦。さあさあ、そんなこと言いながら松葉がこのルーザーズの試合まず2ラウンド先取しています。リーチをかける状態、ね、しかもいい位置で今 3LK ガードさせられたんで、はい、松葉選手的にはメンタルかなりいい、ただ碇選手がこれで日和らないんで前出てくる。そうなんですよね、碇選手はそういうところがある、結構その前出てくるのが多いんで、はい、戦ってる側はかなりそのストレスフルというかね、この前に出るプレッシャーそうですねかかっています。しかも今回あの線の方が今みたいな特殊起き上がりと普通のスプリングキックが選べるんで、はい、うん、確かにこの方もねあれだったんですけど、碇選手が冷静に対処しました、ね、集中してますね、はい、さあここは中段、はい、初め映像で見たとき、このかかとノーマリとコンボなんだって。何でもありますね、今。さすが、鉄拳、鉄拳板なんで。初め、まじびっくりしちゃって。これが令和の鉄拳です。おじさんはびっくりしちゃって。ダメですよ、やっぱこう、順応していかないとダメですよ。あ、まあまあまあ、一応まあ、そういうなりにはやってるつもりなんで。まあそうです、はいはい、もちろんもちろん。はい、さあ、松葉が0時ヒート状態。そうですね。これでヒートダッシュ使う、はい。ちょっとお残りしますね。そうですね、ここは倒しは切れはしませんが、どこまで減らすか。左奥から、さあどうする、同じぐらいの体力差、互いにリーチ当たれば終わる。ここでリーチャス、ここはしっかりとガードを固めています松葉。そうですね、絶対に事故らない相手にしましたね。投げたまにスカるんで。あ、なるほどなるほどなるほど。左右投げならほぼスカんないんですけど、はい、両パン投げはたまにスカるんですよ。確かに両パン投げってなんかリーチ短いですもんね、その左右投げに比べれば。でもレイジャーズカードで両パン投げ確定って書いてあったから打ったらスカったんですか。検証しましたけど、何キャラかそういうのありますよね。何キャラかっていうか、そのレイジャーズに寄ってですよね、多分ね。なんかその軸打った時の、あ、自分の体の軸と相手の軸で、はい、ちなみに僕同キャラ戦だったんですけど、ブライアン同士で、ブライアン同士、はいはいはい、だから目を疑いました。ブライアン同士でダメなんだみたいな、はい、合ってたはずなのになみたいなね、はい、ゲームって難しいな、うん、まあその鉄拳は、まあ、8だけじゃなくて7の時からこのその軸ずれの妙というか、まあ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 、結構ねレイジャーズがこう入れ替わっちゃうみたいなのが、ね、あったりしますからね。レイジャーズがあと15はやっぱりちょっと難しいですよ、キャラクターによっては。そうですね、はい、さあそんなことを言いながら、はい、松葉選手のやはり試合展開は非常に早い。そうですね、一番先生来ましたね、壊れるように。これですね、はい、松葉選手としてはやっぱりこの 3LK とかが当たってるとかなりこう楽に戦えますもんね。試合展開もそうですし、うん、その相手をどこの角度にいるかが分かるんで、うん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 、ちょっと左を借りちゃうとスカっちゃうんですけど、はい、そのこれぐらいで動けて引っかかってくれるんだっていうところがだいぶ楽になります。なるほど、ある意味その物差しになるというか。そうですね、はい、しかもあの投げとか通った後とかもかなりいいんで、はい、選挙台までしましたね。うん、これもかなり大きなダメージになる、はい、そしてダッシュからもちろん決め切ります。そうですね、ガードされたとてそこまで別にマイナスだっていう状況でもないんで、はい、
まあ、当たれば倒せますし、はい、仮にガードされても自分にそこまでの大きなリスクはないという展開でした、はい。さあ、怒りが少し頭をこう抱えたシーンもありましたが、ここから取り返せるか。受け役でいい相打ちになってましたね。うん。さあ、しかしそれでも前に出ます相手よ、怒り。脱目点かっこいいですね。脱目点かっこいいですよね、はい。だから今回、まあ、脱目点に関わらずその鉄拳8の技結構かっこいい技多いですよね、はい。なんか新しく追加されたリディアの技とかもかなりかっこいいですし、さあそんな話をしながらかなり、おっと使いましたね、竜巻、はい。だがやりくすぼしうまく切り返しました相手ゆかり。しかしダークスンが待っていた。思わず苦い顔。マズパ選手今まで最速で一瞬シャカとか打ってたんですけど、はい。